もしもし、はい、ランちゃんのお母さんでございますか。スタジオにいでございます。今日は娘さんをお預かりさせていただいておりますが。どうもお世話様でございます。どうもどうも。ランちゃん大変な人気者でね、もうスターでございますね。どういう気持ちですか、お母さん。なんかちょっとはっきりわからないんです。何がわからんのですか。そのスターであるということがちょっとわからないんです。なるほどね、はい、スターであるということがお母さんにはわからない。お家ではやっぱりもう普通のお嬢ちゃん。はい、はあはあ、明るい、とてもね、いい子です。うん、はい、そうですか、はい、ランちゃんとは今朝お会いになったわけですか。そうございます。今朝の、はい、なんかランちゃん今涙ぐんでます。なんかお母様お懐かしがって。そんなことございませんよ。そうですか。はい、ちょっとランちゃんと変わりますからね。はい、はい、どうぞ、はい、ランちゃん何でもお話しください。お母さん、お母さん出てる。もしもし。もしもし、私です。はい、元気ですか。10歳のお母さん。お腹の調子は治りましたか。お腹の調子は。用心してます、はい、もう大丈夫ですから。はい、気をつけてね。はい、どうもありがとう。ジュリコも元気ですか。ジュリコね、足が違ったって。ああ、そうですか。あ、そうです。もうお風呂入れようかと思ってるところです。いいね、頑張ってね。はい、頑張って。頑張るね。はいはい、はい、じゃあ今日置いといてちょうだい。じゃあね、はい、じゃあ寝て。はい、皆さんによろしく。はい、はいはい、どうもほんま、ええお母さん。失礼いたしました。はい、どうも。ねえ、起きかけてもまだ喋った。ええお母さんや。それじゃあね、ほらさっきもちょっと聞かせてもらったけど、年下の男の子、はい、あれもう僕大ファンやね。あれやってちょうだい。はいはい、3人の出会いっていうのはどういうことだったの、はい、最初。はい、キャンプ場で知り合ったんです。キャンプ場で、はい、どういうこと。バラバラにね、知ってたんです、うんうん、家族とか友達同士とか、うん、それでキャンプファイヤーで、うん、息があって、うんうん、それで3人組んだというか。あ、まあ、スーもランもその時キャンプ行ってたわけよね。はいはい、中学生の時。中学生の時。その時は歌を歌おうということで3人が一緒になったわけ。そうじゃなく、最初お友達というお付き合い、はい、家族ぐるみ付き合い出したわけですか。そうでもない。まず初めは私たちだけで、はあ、歌が好きだったからね、うん、勉強したいから、はい、うんうん、音楽学院みたいなところに入り行こうかと、うんうん、それで、うん、そういう時やっぱりお母さんの中に相談したわけ。はい、キャンプ場で知り合ったお友達がいるんで一緒に歌いたいと思うし、音楽学校みたいなところ行きたいというと、でお母さんたちはじゃあいいよということになったわけね。最初はうちは大反対。スーちゃんとこは反対。ダンちゃんとこは大反対。大反対。ミキちゃんとこは賛成してくれた。賛成してくれた。そうですか。はい、なんか電話が行きましょうか。行きましょう。いや、そんで入ったわけでしょ、うん、スクールメイツかなんかへ入ったわけやね、うんうん、そこで歌の勉強をしたと。はい、うん、ほら、ミキちゃん電話かかってるからね、うん、お母さんから。ミキちゃんとお母さんとはいつ会うた。朝会うた。え、朝会いました。君らそのね、もうちょっとお母さんと離れててくれるから大層がないよ、ね、もしもし。はい、ミキちゃんのお母さんでございますか。ありがとうございます。は、こちらスタジオ2でございますが、大事なミキちゃんを今お預かりさせていただいております。もうね、大変な人気者でスターでございますけども、お母さんのそればっかり気持ちはいかがでございますか。そうでございますね。やはり仕事のことはね、はい、身近に感じておりますので。ほうほうほう。なんかもう今ね、こちらのテレビでね、かわいいね、お母さんが抱っこされてるね、はい、写真が出てましたがね。はい、そうですか。実際自分がやっぱり歌が好きでしたんですか。そうでございますね。はい、で音楽全般に好きでございました。はあ、はい、でなんか音楽勉強したい学校みたいなとこ入るようになった時、お母さん賛成でございました。私クラシックの方をやっておりますの。クラシックの方、ありがとうございますか。はい、それでできればクラシックの方でね、音楽大学にでも入ってくれたらなって心ひそかにこう念じておりましたのよ。しかしまあベートーベンもですね、年下の男の子も目指すものは一緒でございますもんね。えらい、それがシューベルトも喜んでいるんですよ。
ことでしょうが、本当に今ね、ミキちゃんがね、お母さんとの電話をこう横にしながらね、ちょっと変わりますわ、ミキちゃん、どうぞ、はい、お話しください。どうぞどうぞ、はい、どうぞ。もしもし、テレビが見えないのよ。そんなあんま言わないよ。やってないんですって。そうですよ。なんならね、そうだったよ。ちょっと胸小さいよね。はい、何を言ってんのかしら。そう、面白いこと言ってる。面白いこと、よろしくね。はいはい、お二方にどうぞよろしくお伝えください。ママ、ランです。え、聞こえた。え、ランちゃん。はい。あ、こんにちは。こんにちは。ありがとうございました。わざわざおいでいただきました。いえ、もしもし、スーです。スーちゃん、ありがとう。いえ、どうも、電話中がたこつでしょ。よろしい、すみません、今日どうぞどうぞどうぞ。なお、よければいいのか。そうですか、はい。ほな、その辺でもうね、はい、お母さん、いい加減に、いい加減じゃない、お母さん、よろしくとかなきゃ。はい、どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、ね、お母さんなら、やっぱり、それはね、お母さん、今一番心配してはんのは、ちょっとスケジュール的に忙しいから、まあ、健康管理の、ね、スタジオに特別捜査メモによりますとね、まだありますか、さくらんぼのヘタを口の中で結ぶことができるという特技を持ってらっしゃる方がいらっしゃる。誰、さくらんぼのヘタを口の中で結ぶことができる。口の中で結ぶ人、はい、ランとミキ、はい、ほんまに結べんの。はい、ちょっと持ってきて、ちょっと持ってきて、さくらんぼ持ってきて。ただいまより本邦初公開でございます。キャンディーズの、ランとミキがさくらんぼのヘタを口の中で結んでみせます。まあ、口の中入れて、僕もやってみようかな。はい、あ、これはダメだ。口の中でさくらんぼの枝みたいなとこを結んでしまうんです。すごいね。しかし引いた天候もびっくりしたと。すごいっすよ。結べた。あら、結べてる。あら、結べた。あら、ミキちゃん、何結べた。スーちゃん、スーちゃん、行こう。スーちゃん、娘が、はい、ノックさんは、え、もう娘ません。あ、娘ません。その代わりこんな頭と一緒。そんなアホな、ほんまにも。さあ、ここで新しい曲歌ってもらいます。その前にですね、はい、ちょっとすみません、はい、今度8月に大阪でやるんですってね、はい、劇場で、駒劇場、駒で、駒で、8月です。1日、2日、3日、8月1日、2日、3日とキャンディーズショー、それからもっと前に、はい、その前に25日に京都の丸山公園で、はい、キャンディーズカーニバル in 京都というのを、キャンディーズカーニバル in 京都、はい、7月の25日ですか、はい、京都の丸山公園音楽堂、音楽堂、とこですね。ここでスタジオにご覧の皆さんを、はい、ちょっと招待してくれはるわけですね、はいはい、3人1組で、はい、10組の方をご招待。3人1組で10組の方をご招待させていただくということでございます、はい、おはがきをしてくださいませ。こちらでございます。さあ、キャンディーズファンの皆さん、はい、この宛先よく控えてくださいよ。宛先、郵便番号 530-91 大阪中央郵便局、支所箱616、うん、毎日放送、はい、スタジオ2時、2000の黒が分かるやろ。キャンディーズ係へ、はい、ね、ようできた、はい、お分かりいただけたかと思います。どうぞお待ちかりください。さあ、参りましょう。新しい曲です。夏が来た。輝いて部屋のカーテンと同じ色になっても、少しどこかが違うのはきっと生きてるからだろうなんて考えて、なぜか君に会いたい。砂の上に髪を広げて寝転んで見て、こんな不思議な出来事があっていいものかと
思うくらい幸せな雲が風に踊るよ。僕の背中に焼き付いて白いサンダルが似合うようになったら今日はそうだよ少しだけ大人のふりしてみようなんて考えて君に電話かけるよ。この写真誰？写真ですね。どれ、スーちゃんの小さいくつの時？小学校3年生。小学校3年生。どうですか、この顔があれになりますよ。あれになります。いやいや、ほんまにね、懐かしい写真。さあ、次は？これ誰でしょう？これ誰でしょう？僕ら知ってる？僕ら知ってる。これ誰でしょう？はい。ランちゃんや、ランちゃんや。うわぁ。この写真もこれ手に入れようと思ったらもう嫌がるお母さんから無理やり引き取ってきてきて、ひったくこれいくつの時？3つぐらいの3つぐらいの時ぐらいという感じでございます、よちよち歩きでそうよおしっこたれしてた自分でございますほっといてください。はい、こんな可愛い写真も今日は、はい、手に入れたんでちょっとご覧いただきました。